2013年合格ペース、うん、では、1番から第1問から、うん、이것이가장인상에남는일이다これは一番印象に残っていることだ빨리정상까지올라갑시다早く頂上まで登りましょう이것은예상밖의일이다これは予想外のことだ오랜만에일상에서벗어났다この일상これが理由の後ですから高く発音する일상에서벗어났다久しぶりに日常から抜け出た일상에서日常から日常일상だから発音が違うからこれは일상が正解になるちょっと違う発音ですね2番は강가에는川の縁には풀을피운흔적이남아있었다川辺には火を焚いた痕跡흔적痕跡が残っていた당시수학선생님은지적인분위기를풍기셨다当時の数学の先生は知的な지적인분위기を漂わせていた풍기셨다열심히공부했지만생각만큼성적이오르지않았다一生懸命勉強したけれども思ったより成績が上がらなかった서울은경제발전에위해국제적인도시가되었다서울은경제발전によって국際的な도시になった지적인ここは脳が知的な지적인지적인ならか2番がこれは違う3番부주의로손을다쳤다의자에옷을걸쳐놓았다これは椅子に本を椅子に服をかけておいた3番교육을위하여인생을바쳤다교육のために人生を捧げた책을펼쳐놓으세요本を開けておきなさい2,3,4,OK 1番がこれが表記が正しくないね、不注意で手を締められたという言い方になりますから、これをとおかしい。一番ね。二番、次は、초등학생이교과서를보고詩를뺏겨쓰고있다。小学生が教科書を見て詩を写して書いている。뺏기다は写す。写して書いている。밤새쌓인눈때문에길이헷갈렸다。夜通し積もった雪のせいで道が、まあ、こんがらがった。3번고양이가개에게쫓겨서이리저리뛰어다녔다猫が犬に追われてこれがスペルが間違ってね쫓기다ですから쫓겨서発音は쫓겨서になりますけどこれは、ね、4番は無理한요구를했나싶어마음에좀거리뛰는모양이다無理な要求をしたなと思って心にちょっと引っかかるようだ。그당시이일은뚜렷이기억하고있다。その当時のことははっきりと覚えている。2番、건강이나날이좋아지고있다。健康は日々良くなっている。3番、싫으면굳이나오지않아도돼。嫌だったらあえて強いて出てこなくてもいいよ。성공하려면꾸준히노력해야해요成功しようと思うならば忍耐꾸준히と書くのが正しい꾸준히꾸준히で꾸준히これ4番が間違ってる次は最低は최저최저予定は예정定員も정원 B と C が同じですねその次は보통전통동창 A と B が同じですね C は동창その次は교류향상환경これは全部違いますね
아는 길도 물어가라는 속담이 있습니다. 知っている道も尋ねていけということわざがあります。むろ、これは3番のむったが基本形ですね。2番は、그분은직장에서성가신일이있으신모양이다。その方は職場でわざらわしいことがあるように見える。これは성가시다、3番が正解ですね。